ワニシ駅は北海道室蘭市中町にある北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。駅番号は M33。電報略号はワニ。1976年のワニシ駅と周囲約750メートル範囲。左が室蘭方面。駅裏はワニシ製鉄所発祥の地だが、この写真の頃は工場は 情報写真街の埋め立て地へ移転していて、別会社の敷地となっている。線路が移転する前は、この敷地の左上近くに見える駐車場付近に、旧和西駅が置かれていた。国土交通省国土画像情報をもとに作成旧和西駅は、当初、初代室蘭駅として開設された。その後、海岸町の市街、1919年頃から1922年頃に、 かけて、和西製鉄所の拡張計画に基づき、海岸側から山側に線路が移設されたが、停車場は大正9年11月6日に、当時、異端期と呼ばれた、現在の東室蘭駅の位置へ移転し、当駅ができるまでこの地から一旦駅がなくなった。製鉄所の発展に伴って、山側にできた新市街地も大きくなり、昭和2年に、 住民から簡易駅解説の請願が出された。当駅の所在地近辺の地名より、地名の由来は以下の説が考えられているが、はっきりしない。いずれも、本来は現在の本和西付近に由来する地名である。相対式ホーム2面2線を有する伏線区間の地上駅、点鉄機を持たない防線駅となっている。互いのホームは両ホーム中央部分を結んだ。 古線橋で連絡している。当駅自体は蒸気施設のみであるが、かつて駅裏には、三崎駅から分岐した専用線が伸びてきていた。東室蘭駅管理の無人駅となっている。有人駅時代の開業時からの駅舎が残り、校内の東側に位置し、ホーム東側に接している。駅舎内にトイレを有する。またかつては、駅舎内に、 売店も存在していた時点では営業中であった。1番ホームは223メートル、2番ホームは220メートルの重量編成の列車に対応する長いホームを有していたが、2017年3月にそれぞれ119メートル、114メートルに縮小された。1日の平均乗降人員は以下の通りである。大正10年及び大正12年の室蘭港地図、 この地図の変遷から対象11年頃に線路が移転したとみられる。当時の室蘭駅の乗降客数を上回っていた。ありがとうございます。